おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は騎馬特化編成、前回ですね、私の足軽特化編成無課金版みたいな感じでちょっとお恥ずかしい編成を見せてしまったんですけども、今回はね、今手に入る現環境の武将たちで組んだ騎馬特化編成をね、ご紹介できればと思っております。騎馬4部隊じゃなくて3部隊で組みました。なぜかというと4部隊は組めないです組もうと思えば組めるけど、ほぼ組めないですね。なんで今ね、これやってと思うんですけど、これ陛下、足軽騎馬弓ってあるんですけど、今ね、ちょっと僕足軽とかでやっちゃってますが、これね、足軽と騎馬とか、騎馬とか弓とか、陛下、二つ集中的に上げる方がいいんじゃないかなと今は僕は思ってます。この武将の数で言うとね。なので、騎馬三部隊プラス弓とか、騎馬三部隊プラス槍とか、槍三部隊プラス弓とかね。そういうようなね、組み合わせ方がバランスいいんじゃないかなとは思います。いろいろ組んでみた結果。まあその中でね、今回は騎馬特化部隊をご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは騎馬特化3部隊を作るにあたりまして、まあ大将3人なんですけども、まあもう謙信と信玄、上杉謙信と武田信玄はマストですね。もう騎馬で組むんだったらこの2人は必ず必要っていう感じにはなってきております。問題はあともう1部隊何にするかっていうのがね、悩みどこかな、皆さんも悩んでらっしゃるかなとは思うところですね。そこもね、ひっくるめてご紹介していきます。まずはね、この定番の上杉謙信と武田信玄の舞台からご紹介していきます。はい、とこちら。一応まあ、この内容の説明に入る前に、私が今回組んだ組み合わせの優先順位っていうのがありまして、まあ、攻撃型はもう戦法の内容と連鎖率。この二つを見て、組んでおります。で、防御側は、まあ、こちら側はもう連鎖率は気にしておりません。技能とパラメーターを見て、組んでおりますと。ちょっとね、全部章持ってないんで、編成のお試しでね、できないんで、こうやってね、一個一個資料作っております。ちょっと時間かかっちゃった。はい、じゃあそれではそんな中、上杉謙信隊からご紹介していきましょうか。まあ、謙信を対象としてですね、置きますと。まあ、謙信の戦法はもう言わずかな。まあ、自分一部隊の弱化効果全消しして、周りにいる味方3部隊に見切り巻いて、敵3部隊に VU300% の攻撃という内容ですね。この戦法の内容から見るに、もう上杉謙信はアタッカーと、もうガンガンぶっ飛ばす部隊として動いてもらおうかなというコンセプトですね。もう副将はもうほぼ一択じゃないかな。上杉景勝ですよね。兵士と上杉家があって、連載率 29%、騎馬 S。で、技能が早掛け急進。で、戦法内容が敵3部隊に VU200% 攻撃と昇進と。もうこんぐらいしかいないですよね。掛け勝しかいない、謙信内防は今のところ。で、上杉景勝を副将に置くとなると、与力なんですが、まあ、まず一人は戦闘員でいいんじゃないかなと思います。兵士と上杉家で 33%、騎馬へ、活路献身、戦法は、味方1部隊に攻撃 30% アップ、味方2部隊に紅葉 15% アップと、まあ、バフなんですけどね。本来であれば、ここにもね、攻撃的な敵にダメージ与える系の与力を置いてもいいです。が、SSR ではちょっと、一人はいるんですけど、他で使っちゃってるんで使えないみたいな感じではあるんで、まあいや、まあしょうがない戦闘員ですね。で、もう一人はもうちょっと、戦法の内容はいいんですけど、連鎖率がね、低くて使いづらいんでね、あんまり僕そんなに、この子はなかなか使いづらいなと思ってるんですけど、まあ大将だったらね、いいんですけど、柿崎影家ですね。もう上杉家しか合わなくて、元々の基礎が 12% しかないんで、16% しかいかないですね。で、騎馬 S、A 砲駆逐で、敵1部隊に VU300% 攻撃プラス同様付与という形になっております。まあ、本当はね、ここに村上の吉木を入れてもいいんですけど、ちょっと他で使ってるんで、今回はこの3人となっております。で、今度右側の防御のところですね。ここは完全にパラメータ上げと、あとは技能合わせというところで置いております。一応、右上の、佐竹義重が副将がいいんじゃないかなと思います。パラ的に、パラメータ的に。で、あと、王鵬率すると、成田海と。この武将を置くとですね、技能が武略新将、早掛け急進、活路威風、栄光、移行、駆逐。で、気合が3、献身が2になります。と。
まあ、左側の攻撃側の方に置いた技能になるべく重なるように選んだつもりですと。で、あと一応、兵科適性は A か S で組んでおりますね。まあ、これ、まあ、これぐらいしかないんじゃないかな。左側はね、もうこれ一択じゃないかな。一択って言ったら言い過ぎか。これぐらいしか組めなかったね、上杉謙信って。なかなか。ほんと組みづらい。もうこれしかない。で、かっきざきかぎえなんてね、連載率 16% しかないんで、もう、しょうがなく置いてるって感じですもん、これ。はい。まあ、そんな中ですね、気合が3までいきますんで、効果はどんなもんじゃいというとこなんですけども、これは時代名家の領土内で戦闘する場合、先方による余ダメージをプラス 5% と。で、それが3なので、プラス 9% までいくって感じですね。領土戦の防衛の時ですね。その時に先方ダメージがプラス 9% されますよって感じですね。で、もう一個、献身が2になっております。対象が男性の場合、部隊の攻撃武勇破壊がアップと。2なので、6% アップですね。6%、6%、6%と。いう形なんで、これをね、ちょっと合わせるように努力をしてみました。戦闘員が献身持ってたんで、騎馬が A 以上で献身持ってるのはもう、鶴ちゃんしかいなかったんで、鶴でしたね。はい。あと持ってる人いるんですけど、騎馬 B とか C なんですよね。はい。っていうところですね。まあ、これが薄い献身隊と。はい。次は武田信玄隊ですね。信玄。騎馬 S、騎略軽眼。で、先方が味方3部隊に攻撃防御武勇知略を 40% で、あと対前を付与と。まあ、これもお強いスーパーバッファーですね。で、武田信玄はね、まあ、何パターンかあるんですよ。まあ、弓と騎馬が S なんで。で、今回、騎馬が S なんで、もう副将は武田信繁と、弟くんですね。源氏と武田家であって 33%、騎馬 S で中席活路で先方が味方2部隊に武勇知略 30% アップと。まあ、バフバフで合わせました。副将に攻撃的なやつ置いてもいいと思ったんですけど、でもまあ、この3部隊特化だと、もうバフに徹した方がいいなと思って副将に武田信繁置きましたね。で、あとは信繁と会って、できればバフ持ちでってなると、与力は武田勝頼と諏訪姫。勝頼は、源氏武田家一門衆で33敗になって、騎馬 S 不敵と行こうと。で、先方は味方2部隊に破壊 20% アップ、敵2部隊に武勇 20% ダウン、敵2部隊に武勇 200% 攻撃という形になってます。まあ、破壊のね、バフだけ巻きます。あと、相手の武勇を落とすのもね、なかなか優秀じゃないでしょうか。で、あともう一人は諏訪姫。武田家しか合わなくて 24%、騎馬 A、慈悲再起。自身1部隊の弱化効果2つ消して、味方2部隊の攻撃を 25% アップと。諏訪姫はね、ちょっとパラメーターが低いんでね、できれば置きたくないんですけども、現環境である SSR の中で考えると、まあ、諏訪姫になっちゃうかな。でもね、これ、防御側の方はですね、騎馬適性 A 置いとけば何でもいいっす。まあ、なぜかというと、信玄から攻撃側の方の武将の、技能で合わせようとしたんですが、合わないです。残念ながら、合いません。なんで、で、防御側の中だけで何かね、3つ重ねて技能発生させようとすると、もうね、実はさっきのこの上杉謙信の方で使っちゃってるんですよ。あの3人衆。佐竹大堀海の成田海。3人衆使っちゃってるんで、もうないんですよね。なんでしょうがない。ここはもう適正 A 以上だったら何でもいいです。ただここは必ず A 以上にしてください。なぜかというと、ここは武田信玄の軽眼の技能を生かすためですね。軽眼、どういった効果かと申しますと、自身が対処の場合、兵科適性 A 以上の人数 ×2%、部隊の攻撃防御が上昇と。で、これね、A 以上あと3人防御側に置けば、7人全員騎馬 A 以上になりますんで、14% ですね、攻撃防御上がりますんで。これだとお強いんでね、何でもいいんで。もう最悪 SR とかでもいいんで、適正 A 以上置いてください。あと。はい。こちらですね。まあ一応現環境で手に入る最強部隊というところで考えておりますので、願望プランですね。夢のプランですね。はい。大将にお城から出てくる武将、本田忠勝を置いて組んでみましたと。騎馬 S、武略と無双ですね。技能が。で、先方が自身1部隊に武勇 60% アップして、敵1部隊に武勇 300% 攻撃。で、自身に堅固 8% を付与と。で、本田忠勝と騎馬で会うのは、もう一択でしたね。柴田勝家。四天王で会います。で、25%。で、騎馬 S 豪遊8分と。で、先方が敵3部隊に武勇 200% 攻撃と、プラス同様を付与と。で、与力2人はね、これはちょっと柴田勝家のテンプレの方でご紹介してたんで、さらっと。
まあ、山形とババッチですね。うん。両方とも、まあ、24% と 31% の連鎖率。で、どっちもね、武勇攻撃で、あとはプラス強行とかね。まあ、ちょっとね、これ、ババの剣語は、本田忠勝と被っちゃうんで、ほぼ意味なくなっちゃってるんですけども、まあまあ、31% あればいいかなというところですね、連鎖率が。で、右側の防御の方は、これはそこそこですね、豪遊と闘志を合わせております。パラメータ的には北条綱重が、副将がいいかな。斎藤義達、佐藤義孝が、与力かな、右側の。これを言われると、闘志が3、豪遊が2になります。で、闘志は何ぞやというところなんですが、こちらですね。兵力が 50% 以下の時、部隊の会心威力プラス 16% と。これが3になるんで、会心威力が 32% という感じですね。これは強いと。この闘志3重ねて強いというところがですね、本田忠勝の技能の無双にもつながってくるんですよ。はい。こちらが技能の無双なんですけども、自身が対処の場合、会心発生率プラス 5%、で、会心威力がプラス 20% なんですよ。さっきの闘志の3、プラス 32% っていうのが、こっちの無双の会心力プラス 20% に加算されれば合わせて 52% と威力がアップすると、とんでもねえという感じになります。ただ、ちょっと仕様がまだわからないんで、この無双の会心力プラス 20% が、闘志のプラス 32%、どっちか高い方の数字しか反映されませんだと、あんま意味ないんですけどもね。ちょっと多分今までの経験上合わさって加算されて 52% になるんじゃないかなと思っております。という希望です。なんでね、こっちは闘志を3にしておりますね。あともう一個、豪遊ですね。こちらは柴田勝家と里見義隆が持ってるんですが、で、2ですね。武勇 7% アップと。もう本田忠勝のね、武勇戦法が、まあ、さらに強くなるというところでございますね。はい。これ強いよ、これ。願望夢プランですよ、これ。はい。じゃあ次ですね。はい、こちら。現実プランの方ですね。今、現環境だとこれでしょ。組めるとしたら。まあ、いろいろ鑑みまして、柴田勝家対象バージョンとかいろいろ考えたんですけども、吉川元春が強いみたいですね。星が全部重なれば。柴田勝家より吉川元春の方が武勇高かったです。こっちを選びました。騎馬 S、一心と対応ですね。で、先鋒。自身1部隊に武勇 30% アップして、敵2部隊に武勇 210% 攻撃と。で、プラス昇進を付与という感じですね。そんな吉川元春と相性のいいのがですね、北条綱重と。無変者と一門衆であります。で、31% までいきますね。ただね、騎馬がちょっと A なんでね、ちょっとあれなんですけども、まあでも、この連鎖率と先鋒のやったらいいでしょう。技能が闘志と太夫。で、先鋒が味方3部隊に結束 10% ばらまいて、敵2部隊に武勇こっちも 250% 攻撃と。うん、いい組み合わせ。で、与力の方はですね、山形と村上義清と。こっちにね、村上義清を使いました。上杉謙信隊の与力に使ってる人も多いかと思うんですけど、こっちの方がね、実は、で、先鋒連鎖率がいいんですよ。山形は割愛しちゃいますね、さっきと一緒なんで。で、村上義清も籠城名人、プラス 12% がつきますんで、これは 28% までいきます。これは良い。で、騎馬 S、で、豪遊気合。で、先鋒も敵一部隊に 200% で、攻撃と、機動も、敵一部隊だけですけど下げますよという組み合わせですね。これはなんかうまくね、かっちりハマってる感じがするんですよね。まあまあまあ、連鎖率も 30% 超えるのは綱重だけですけど、まあいいでしょう、これ。で、今度防御側ですね。ここにはですね、マークは浅井長政を副将に置いちゃいましたが、別に柴田勝家が副将でもいいです。里見義隆だけ、与力に置いて、副将はね、柴田勝家、浅井長政、どっち置いてもいいかな、というところですね。で、義の。ここはですね、豪遊3、対遊3と。これもとんでもない技能が重ねられますね。豪遊、まあ、先ほど言った豪遊なんですけども、今度は3重なるので、武勇 11% アップします。はい。でね、強いのはこっちなんですよ。対遊なんですよ。対遊。これがはちゃめちゃ強い。自身が対象の場合、部隊の攻撃、武勇、破壊をアップします。で、3なんで、攻撃 11%、武勇 11%、破壊 11% と。これは強力ですよ。これは強力。この対遊が重なってるのが、吉川元春、北条綱重、浅井長政なんですよね。この3人は絶対入れた方がいい。現実プランの方でも、本田忠勝ほどではないですが、
十分強い。ただ問題は吉川元春はイベント配布武将なので簡単に星7までいかねえとここが唯一のネックですね。お金の力ではどうにもできんというところではございますね。はい、はい、それでは以上でございます。今ご紹介しました騎馬特化部隊、この3部隊ですね、全員対象は先鋒発動価格35秒になっておりますんで、で足の速さも一緒、いや違うな、山形正景と上杉景勝が早掛け持ってんだ。であと武田信玄が気略持ってるんで先鋒速度が 5% 速い、ちょっと微調整必要ですね。なので先鋒ボタンポチポチしながら、先鋒の発動タイミングだけちょっと整えてあげるっていうのが必要になりますかね。うん、まあ、とはいえ気略先鋒速度 5% アップなんで 1.75 秒速くなるだけなんで、8回9回目叩くとき、武田信玄のバフが周りに乗っかんなくなりますんで、まあ8回も引っ叩くことはねえと思いますんで、ほぼ大丈夫だと思います。問題はね、早掛けの方ですね。これでどうしてもちょっと早く到着しちゃうんで、新章を持ってる上杉謙信の部隊を敵に当てたいので、まあ謙信から部隊先出さないといけなさそうですね。まとめますと、強力な信玄の横バフを、上杉謙信、吉川元春、または本田忠勝がしっかりもらって強力な戦法をズドーンと打つという感じですね。とんでもねえぞこれ、本田忠勝これ信玄のバフも乗って自分の武勇 60% アップも乗って、これに連鎖なんかしちゃってみー、これやべえなこれって感じで、時々出るクリティカルもね、闘志と無双の効果でとんでもねえクリティカルがボーンって出る、やべえぞこの本田忠勝は。あ、そうだ、あと説明忘れておりましたが、先鋒連鎖率、さっきの一覧に書いてあったパーセントなんですけども、先鋒発動間隔のプラスマイナスのやつもちゃんと考慮しておりますんで、プラスマイナス 1% と 3% か、僕の計算が間違いなければあの発動率、連鎖率はあの数字になるはずですと。以上でございます。今回の動画が少しでもためになったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。